1965年の太陽ホエールズでは、1965年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、三原治監督の6年目のシーズンである。1962年と1964年の2度も、優勝争いに加わりながらも、あともう少しで、阪神に抜かれ優勝を逃したチームだが、その一方で、メガトン打線は健在で、 不動の4番、桑田武史と5番のマイク・クレスニック、そしてこの年から内野手転向の松原誠などが中心になり打ちまくるなど、チームは前半戦まで3位と検討した。しかし、8月に入ると、阪神、中日に抜かれて4位に転落。それでも5割前後で踏みとどまったが、終盤には、 貯金がなくなり結局4位に終わった。投手陣は、前年新人王の高橋茂之をはじめ、秋山昇や稲川誠が、それなりの成績を残し、チーム防御率は2.81でリーグ4位と、検討した。前年に位悪心の原動力だった、打撃陣は、チーム本塁打136本で、リーグ1位、得点数も518点で、リーグ2位と打線の破壊力は、 抜群だった。この年 B クラスに転落したチームは、その後5位4位5位と浮き沈みが激しく、次に A クラス入りするのは1969年、三原監督の後を受けた、ベッドをかおる監督時代まで待つことになる。なおこの年から、セネームは、ホーム用にも従来の、川崎に加えて使用された。ありがとうございます。